はい、今回の動画は動画編集ソフトの FIMORA で動画にテロップを入れる方法をご紹介しますで。動画にテロップを入れるというのは動画編集でよくやる、ね、作業だと思うんですけどもこの FIMORA ではです、ね、本当にです、ね、自分でいろんな、ね、テロップを入れることができるんですが今回の動画ではです、ね、まずは手軽にです、ね、テロップを入れるやり方というのをご紹介してみたいと思います。 それでは早速そのやり方なんですけども、テロップを入れたいときはですね、この画面の上のこのタイトルというところですね、こちらをクリックしてください。はい。そうするとこういった形でですね、あらかじめですね、この編集されたテロップがですね、こういくつか用意されてますんで、まあ、今回何でもいいんですけど、じゃあこの辺のやつを使ってみましょうかね。なんでこのテロップを使いたいということであれば、こちらにマウスのポイントを持っていって、このね、プラスのところですね、このプロジェクトに追加というところをクリックします。 はい。そうするとね、この下のタイムラインのところにね、このテロップの方が追加されますんで、このテロップに関してはですね、位置はこうマウスのドラッグで好きなところに持っていくことができますし、あとはテロップを表示させる長さを変えたいときはですね、これは動画なんかと一緒ですね。このね、右端、この左端のところにね、このマウスのポイントを持ってって、このドラッグをすることによって、このテロップの長さを変えることができます。 はいでは次にテロップの編集なんですけども、このテロップが入った位置にですね、この赤いバーですね、これを持っていくと、この上の画面のところにね、このテロップの方が表示されますんで、この文字を変えたいよと言った時はですね、この文字のところをダブルクリックしてください。はい、そうするとこういった形でですね、ここで文字の編集ができますんで、まあ、今回ちょっと何でもいいんですけども、えー、テストみたいな形で文字を編集することができます。 で、この文字の位置に関しては、この画面の右側のね、この文字の上にね、マウスのポイントを持ってってもらって、このドラッグ操作でね、動かすこともできますし、ただね、マウスのドラッグ操作だと、どうしてもこの細かい位置の調整がやりづらいので、そうしたときはですね、キーボードの矢印キーですね、上下左右の矢印キーで、こう細かくですね、文字の位置を調整することができます。 で、あとこの画面のね、この左側のところですね、ここはね、感覚的に使えると思うんですけども、こういった形でこの文字のスタイルもいくつか用意されてますんで、この辺で文字のスタイルを変えることもできますし、あとはこれでフォントですね、フォントを変えたりだとか、文字の大きさを変えたりだとか、太字にしたりだとかね、することができます。で、編集の方がね、完了したら OK ボタンをクリックして確定をしてください。 これでテロップの方が動画の方に挿入された状態になりますんで、じゃあちょっとスライダーを戻してどんな感じになったか見てみましょうかね。なんでこの再生ボタンをクリックします。はい。こういった形でですね、まあもともとね、フィモーラの方に用意されているテロップの機能で、ちょっとね、この動きのあるテロップを簡単に入れることができました。 はい。といったことで今回の動画では、フィモーラで簡単にテロップを挿入する方法をご紹介しましたけども、フィモーラにはですね、今回やったこれ以外にもね、本当にたくさんのね、いろんなですね、この動きのあるおしゃれなテロップっていうのがあらかじめ用意されてますんで、ぜひね、この機能をうまく使ってもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。